久々のインスタライブです。おはようございます。春風です。今日は、モメットの効果報告をしたいと思っております。モメットのラバーをやってったら、巷で出てる話ね。15年ぶりに彼氏ができましたとか、家族と仲良くなりましたとか、キラキラしてるねって言われるようになりましたとか、そういう効果をもうね、ずーっと聞いてたんですよ。で、あまりにも聞くから、いいなと思って、私もそんなキラキラしてるねとか言われてみたい、わかりました、頑張りますと思って、モメットやり始めたんですよ。で、今11日目経過しまして、あ、変化って本当にあるんだなっていう体感がありました。昨日、ついに、私、ジム通ってるんですけれども、ジムのお姉さんに、キラキラしてる?って言われました。あ、言われたと思って。あ、本当に言われた。あ、本当に起きるんだと思って。すごくびっくりしたのと、あとね、うちの夫が、なんだっけな、何言ってきたな。あ、私、もう、結婚して当初の時って、すごくモラハラを受けてたんですよ。で、それで、そのモラハラを受けてる時には、例えばどういうレベルのことを言われたかっていうと、子供を私流産した時があって、もう流産した時に引き金になって鬱になったんですよ。で、鬱っていう診断が下る前って、やっぱ自分の身内で鬱の人間がいなかったから、分かってなくて私の状態っていうものを、なんか怠けてるように見えたわけですよ。健常者から見ると。で、会社行きたくない、会社行きたくないって言ってる時に、会社辞めて起業するんだとか、私言ってたんですよ、その時。で、それで、その話をうちの夫にしたら、は?金絶対入れるよ。いくらいくら入れよ。っていう風に、ものすごく、こう、ね、心、流産して、弱りきってる私に向かって、そういう言葉を吐いたんですね、うちの夫はね。で、それが時を流れて、6年くらい今経過した今なんですけれども、6年くらい経過した今、うちの夫が、はるちゃん、専業主婦にならない。俺、養ってあげるよって言い始めたんですよ。人ってこんなに言葉って変わるんだなぁ、すごいなぁと思って、どうしてそんなこと言うのって。なんか、俺だけのものにしたら、ずっと俺のそばにいてくれるかなと思ったから、専業主婦にならないって。なんか、猟奇的な匂いがすごくするけれども、まあ、言ってることに関しては、まあ、私のことを支えたいし、私を手放したくないっていう意味なんだら、理解と思ったんですね。人って変わるぜと思って、人って変わるんだけれども、その変化を起こす上で、あ、効果的なんだなと思ったんですよ。モメットっていうもので、こう、カッて、やりきっていく感じ。やっぱその、みんな生活の中で、なんかこう、ちょっとずつ入れてると思うんだけれども、あと、膣ほぐししてる時もそうだったんだけど、最初の初期動き、初動の時って、やっぱやりすぎるくらいにガッてやった方が、変化の体感が起きやすいなと思って。で、膣ほぐしを例に挙げて話すと、私、ヨニワンド出会った時って、もうこれ以外することないやと思ったから、もう1日3、4回、もう好きあらば、もうご飯食べ終わってほぐし、休憩時間にほぐしみたいな感じで、もうずっとほぐしてたんですよ。なんでかっていうとめっちゃ凝ってたし、硬かったっていうのもあるし、あと夢中だったっていうのもあるんですよ。これ、変わる気がすると思って、夢中になってずっとやってたの。で、夢中になってずっとやってたら、やっぱり、変化の気づきとかがすごくわかりやすかったんですよ。最初って、ちょっとずつちょっとずつってやってると、私、続けられないんですよ、いろんなことが。で、なんでかっていうと、モチベーションが続かないから。で、エゴキンマンが強い人ほど、ガッてやりきった方が良くて、で、なんでかっていうと、変化が早いし、実体験で、うーわ、違う、これやばっていう、体感が得られるから、続くんですよ、モチベーションが。変化が起きれば、それが、あ、こんなにいい思いできるんだ、頑張りますってやるの。で、あ、こんなにいい思いできるんだっていうのが、先になればなるほど、なんか続けられないんですよ。いつ来んの?いつ変わんの?私の人生、いつ好転すんの?ねえっていう風になるから、ちょっとずつやると、変化がゆっくりだから、もうね、続かないの。私の場合はそうなのよ。だから、膣ほぐしも、これ絶対いいと思ったら、ガッてやるの。そうすると変化がガッて起きたから、めっちゃ良かった。で、モメットに関しても、
ハッピーちゃんが1日5回やるといいって言うから、わかりましたと思って、私は今もう6時半から5回連続踊る。だいたい30分くらいかかるんですけど、5回連続で踊るっていうふうに決めたんですよ。そしたら、やっぱ5回も連続で踊ってくると、3回目、4回目、5回目くらいから、やっぱなんかね、スイッチが入って、あ、ここほんと震えるなとか、あ、ここほんといいなとか、その曲にもっとのめり込みやすくなるんですよ。やっぱずっとずっと繰り返してると。だから、なんだろうな、これ面白いなと思ったのが、私、細切れにやってる時もあったんですね。ご飯を作ってる時に、味噌汁の湯を沸かしてる間に、あ、一曲踊れそうだなと思って踊ったりとか、オーブン温めてる時とかに、曲かけて踊ったりとかしてたんだけれども、隙間時間でやるとね、なんかね、私の場合は入りづらかったんですよ。その曲の世界観とか震えっていうことに対してのフォーカスが私は弱かったんですよ。で、私の震えやすさっていうのは、その連続でガガガガガってやった時の方が、うっていう風に曲に入りやすかったんですね。あ、今こうやって抱きしめてる時にマッツ・ミケルセン想像したらやばい気がする。昨日のあのラブシーンの時のあの背中最高だった。あれを想像しながらやろう。マッツと思ってやってる時の方が私は震えるんですよ。で、いいなと思ったのが、そのラバーっていう曲とかで体感する時なんですけれども、やっぱハッピーちゃんって私はセックスの匂いがすごくそのしないんですね。このキャラクターな感じがするんですね。とってもなんかこう、10代のアイドル見てるような気持ちになるんですよ。気持ち的にはなんかね、セックスの匂いがしないの。でもモメと私が震えるのは、性っていうものをそこに要素を足すと私は異様に震えるんですよ。で、私は今まで自分とご縁があった方々って、もう性っていうもの、セックスっていうものに関して、すごく興味がある人たちと私は出会ってきたからっていうのがあるとは思うんですけれども、女の人たちはセックスっていうものとか性っていうものとかときめきとか恋とかそういうことに関して私異常に震えるなと思って予祝してるときすごく思ってたんです。だから私すっごくこのラバーのムーブってすごいセクシャルだなって思って踊ってたので、例えばさ、こうやって抱きしめるときに、みぞおちにこう、キュンキュンするときって、みぞおちがクックって上がる感じっていうときに、私も完全に、気丈位だなとかすごく思ってたの。この、縦揺れる感じが。なんでこれ誰も言わねえんだろう、不思議と思ってたんだけど、私は気丈位だなと思ってやってる。やってるし、こうやって体こうやってさ、沿わせる。こういう部分なんかもろだなと思うんだけど、アイブじゃんと思ってんの。で、このアイブじゃんっていうときに、さらに足して、好きな、こんな男に、にゃんにゃんできたらすごく嬉しいなとか、そういう想像を、こって足してあげるだけで、めっちゃくちゃ震えるんですよ。だから私、これの時にもう、あ、これアイブだなって思ったら、私は、なんていうの、うちの夫に対する、ねえ、なんでアイブしてくんないのみたいな、なんで私の体もっとこうしてくんないのみたいな、のが、ほぼほぼなくなった。なんかもう自分でできるなと思って。自分でできるなって思ったら、その、自分の中で欲を満たすことができたら、なんか夫がむしろ、なんか丁寧になった。その愛部っていうものに関して、なんかより一層、好きやでーが、もに、より出てきたと思って。で、これは私がセックレスレスを終わらせたりとか、別居を終わらせた時の過程で全く同じ経験をしてるんですけれども、相手の男性に対して、ねえ、なんでこういうことしてくんだっけ？って思ってる時っていうのって、もう完全に自分が自分のこと満たせてない時に思うんですよね。私がセックスレスが終わったのは、膣ほぐしをして自分で、肉体的、快楽っていうものとか、自分を満たすっていう行動を、膣を通して自分に与えてあげてたら、セックスレスが終わったし、別居が終わったのも、ねえ、なんで私のこと構ってくれないの？私のこと好きじゃないの？なんなの？って言ってたことをやめて、自分で機嫌を良くしようと思って、自分が食べたいものを食べて、自分がしたいことをやって、自分が読みたい本を読んで、眠りたいから眠ってっていう、その、一個一個自分の欲を自分で叶えてあげるっていうことをし始めたら別居が終わって、もう一回一緒に暮らし始めて家が建つっていうことが起きたんですね。だから先に
スパダリに出会いたいんだったらば、自分で先にスパダリっていうのを自分に与えてあげる、自分が自分にしてあげるっていうことをすっげー大事だなと。いうのを体感してたんですよ。過去の学びとして実際に。で、今、愛っていうのを毎朝ラバーで、好きだよ、大好きだよって言って、愛してるみたいなことを、もう自分にこうやってずっと愛を送り続けるじゃないですか。満ちてくるわけですよね。で、いや、ちょっと量多めじゃないですか。1日5回踊るって、まあまあ最初多いって思ったし、私最初続かねえな。5回しんどいなって、すっごく思ってたんだけど、これが5回続けられた理由っていうのは、5回っていうのをノルマにした時に途端に私、全く震えなくなったんですよ。無理。しんど。できません。できません。あと4回。あと3回。あと2回。ああ!あと何回やんの?みたいな気持ちになってたんです。じゃなくて、もう一回モメットの立ち返ろうと思って、このムーブに込められた意図は何だったろうか。モメットとはどういうものだっただろうかっていう、込められてる意図をもう一回振り返ったんですよ。で、その時に、思い出せたことっていうのは、モメットっていうのは、これ私の言葉に直して喋るよ。震えることが先なんだなって。先に、エイブラハムとかバシャールとかが、喜びの波動を感じることによって、そしてそれが現実化するのです。社長になりたければ、社長の椅子に座りましょう。そしてそれを味わうのです。とは言うものの、人間間で、社長の椅子に座るっていう体験を実行に移すっていうこと、それを味わうっていうことって、正直難しくないな。ないっていうのをハッピーちゃんが思いました。そしてそれを味わう方法としてモメットがありますと。モメットは実際に竜に乗るっていう体験を人間界ですることはほとんどありません。でも竜に乗ってまたがっているっていうことを曲というものを使い、ムーブ、動きというものを使うことによって竜にまたがっている体感というものを起こすことができます。それがモメットです。で、竜にまたがるっていうのは、まあ、ヨーヨーイココンで込められているもので、で、ヨーヨーイココンの竜にまたがるっていうものを現実化に、現実の言葉に置き換えると、世界を股にかけて飛び回ることが日常に起きるようになりますよ。それを体感、意図に込めていますよっていうのを、ハッピーちゃんが喋ってたんですね。なるほどと思ってる。あ、で、ラバーに関しては、これは、キュンキュンする。自分への愛。で、キュンキュンっていうものを味わっていると、もう恋する気持ち、ときめきっていうものが、日常の中で現れ始めますよって。恋に効く、モメット、それがラバーです。みたいな話をしてたんですね。で、あーと思って。私は、もう、なんだろうな、パートナーシップに関しては特に不満がないし、もう、私は満ちてるつもりなんだけれども、でも今実際にこうやって繰り返しやってみて思うのが、あ、本当に男の人の愛っていうのはもうずーっとずっと広がり続け拡大し続けるものなんだなって、夫が私にかける声がけがどんどん優しくなってくるし、ずっと口説かれてるなって思う。いや、ほんと春ちゃんいいよねって大好きって思って、もう、おっぱい大きいし、スタイルいいし、お料理上手だし、顔可愛いし、俺本当に幸せって、私毎日言われるのね。すごいなって思った。あ、すごいなって、本当にこんなことを言う男が日本人の男にいるんだなって、私本当にすごい現実作ったな。頑張ったね、私って、本当に思うの。それ言われるたびに、うん、すごいなって思って、すごいなって。で、これがきっとまだどんどん伸びしろがあるんだなって。よくさ、昨日、LINE ニュースで見たんだけど、買ってもらってるね、私。車を彼女に買ってあげた男の話とか見てたんだけど、へえ、いいなって思ってたんだけど、私実際あそこに家にある車、あれ、はるちゃんの車だよって言われて、そういえば買ってもらったなって思った。私、買ってもらってたって思い出した今。うん。ラバー続けようと思います。すごいなって思って、すごい変化が起きるんだろうな、今後、と思って。で、これが、
家庭っていうものだけじゃなくて、こう世界にどんどん広がっていけて、どんな風に自分の世界が構築されていくのかっていうのを見るのがすごい楽しみだなと思って。だから21日間あの踊るっていうことを続けてみたいなっていう風に思っています。皆様よかったら、私しばらくは6時半にラバー毎朝やりますので、お付き合いいただけたらなって思います。聞いていただいてありがとうございました。ラバー報告でした。バイバーイ。